アティーシャ、アティーシャ、クラ、982年から1054年は主に、チベットで活躍したインドビクラマシーラ、大学総委員長の仏教像。本名は、キ像、法名は、念頭、ヨシヨシとも。サキャ派のコンチョギエルポ、カギュ派のマルパと共にランダルマを以降衰退していた、中央チベット仏教の中高のその一人である。アティーシャは、ベンガル人パーラーサに生まれた。 チベットに残っている文献によると、若き日のアティーャは、今日のインド北東部にあったナーランダ大学で、ビシュヌ派、シバ派、ヒンドゥー教のタントラをはじめとする多くの教義を学び、音楽や論理学など64の教科を22歳までに習得した。そして、無弱、世心による魅力菩薩の法脈、有意識派、龍寿、合唱による文殊菩薩の法脈を学んでいる。 アティーシャが学んだ詩は150人にも及んだ。アティーシャは28歳の時、インド仏教の部派の一つ大衆部で、総委員長介護から特度を受け、合わせて、念頭、よしよしともの法名をもらった。その意味は、灯名のように照らししだす地ある人というようなものである。また、シュリービジャヤ王国のスマトラ島に留学し、グザー・グリング・パスカル・チョス・チー・グラックス・パスカルにも、学んでいる。 アティーシャはインドに戻り、そこでもまた多くの死から教えを受けている。アティーシャは、論客としても活躍し、しばしば異教徒との論争で勝利している。それらの功が認められて、ビクラマシーラ大学で総委員長の地位を獲得した。仏教が盛んなインドやスマトラと比較して、チベットの仏教は衰退に向かっていた。 当時の中央チベットでは戒律を重視する派と密教を重視する派などが対立していた。とりわけトバンのランダルマ王の統治時代に仏教が弾圧され大きく衰退していた。ランダルマ王の死後にトバンは崩壊するが王族の一部がチベット西部に移り、クゲ王国として存続した。クゲ王国の王族これは仏法、ダルマの研究に熱心で、 今後の原点を学ばせるため、ビクラマシーラ大学に、ナクツオヤクシをはじめとする留学生を派遣し、ナクツオヤクシは、そこの教師であるアティーシャに、チベットへの伝行を要請した。アティーシャは年を取り過ぎており、60代だった。一方で大学での研究を続けたいと思っていたため、はじめのうちは、要請を断っていた。しかし要請を断った日の夕方、 ターラー菩薩からチベットに行くべきだとの啓示を受けたため、弟子と共にチベットで仏法を広めることを決意する。1042年にチベットに着き、その後72歳で死ぬまでチベットに滞在した。チベットに着いたアティーシャは、チベット人が大変信心深いにもかかわらず、仏法に対する理解に乏しいと感じた。ガリーにあったグゲ王国の首都に着くと、アティーシャは、 グゲオから密教を広めることを要請され、大きな感銘を受ける。アティーシャはこの地に三年間泊まり、著書を書くなどして、不況に努めた。また、この時期にアトニを創始する、戦後から戦六十四が、アティーシャに弟子入りしている。千四十六年、アティーシャはデシュドムトンの要請を受け、活動拠点を中央チベットに移した。ラサからキロメートルほど南にあるニエタン、 では、ボンゴとチベット語の文献を発見している。また、5年ほどの間、チベット中央各地を回っている。ラサ南東にあるサムイエーテラの図書館でも、ボンゴの仏教原点を発見し、ドバンの仏教活動を賞賛した。アティーシャは1054年に、ラサ近郊のリーさんで亡くなり、ニエタンにあった住居付近に祀られた。アティシャは、死後もチベット仏教に、 大きな影響を与えた。アティーシャは、チベット仏教界に、母大心の重要性を解き、それを理解するための手法を洗練し、体系化した。また、自らの生き方を示すことによって、母大心の精神の実例を示したためである。次に、チベット仏教の多くの宗派に影響を与えている。アティーシャの重要な弟子であるドムトンはカダム派の創始者と考えられており、カダム派は、 チベット仏教4大宗派の一つゲルク派にもかかっている。これらの宗派は禁欲生活と母大心を教義の中心としており、この精神は後にニンマ派、鍵派、サキャ派にも取り入れられた。アティーシャが翻訳編集した著書は200を超え、チベット仏教界の進展に大きく貢献した。また、チベットでいくつかの亡語の原点を発見し、 自身で筆者を行っている。自身の著作もいくつかあり、仏教以外にも、医療、科学の著作がある。菩提道討論、ラムドゥンはそれまでの仏教を、菩薩の実践という観点からまとめた対策で、後にカダム派に大きな影響を与えた。アティーシャは、ボン語でも著作しているが、現代には、チベット語翻訳のものしか伝わっていない。チベット語翻訳は、 主として、天ンミ寺院で行われている。ビマレラトネリーカは、マガダ国の王に当てられたボンゴの手紙である。キャリアスサムグレイアプラダップには、アティーシャの手による、キルタン、宗教、的な歌唱の一種が収められている。1978年6月28日、アティーシャの肺は、バングラデシュのダッカに移され、ダルマラジカ仏教寺院、ドムラジカボダビハラ、パキスタンにも、 同名の寺院があるので注意に祀られていい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。